ツラの壁はあるんです必ず。まあ感じです。なマドさん昔のツタに戻った方がいいですよ。だろうね。はい。間違いなく。そしたらツラの壁。あ、すいません。今のスタイルは面白くないです。面白くないです。配信者としては。うん、まあそうだろう。多分リスナーさんも多分待ってますそれ。どうだろうね。あのねもうね感覚鈍っちゃってるんだよね。うん、あとこちらサンバイズですね。はい、サンバイズ。サンバイズ。どっかのサンバイズ。こちらはもうよろしいですか。あ、大丈夫です。はい、髪やばいですね。本当にやばいですね。いいですか。まんま髪で頭と。足が、ほんまっすよ。すごいっすよ、これ。いっぱいだ。いや、ちゃんと出よう。どうやって見たいですか？いきます？カルさんのステッカーどんなのだって。あ、僕のステッカーっすか？うん。あの、雑ですよ。単価15円から30円ぐらいなんで。うん。それを1枚800円で売ってます。はい。え、でもこれ、15円とかで作れるの？はい、。でもそれも何千枚とかやるんで、4、5万ぐらいかかるんですよ、初期的に。でもデザインいろんなのがあるんだね。まあ、4種類一応あるんですけど。これかわいいですね。これはロゴっぽい。かわいい。まあでも次はもう2種類にして、全部こだわります。うん、もうちょっと大きくして、永久保存版にできるような感じがします。この使います。それって買わないパターンかい？開くみたいなね。まあ、いいんじゃない？適当なんだから、微妙だと思ったら買わなくてもいいし、で、リスナーさんはそうじゃないですか、好きなら、だって、あのリアットついてますとかあるじゃないですか、グーグル詐欺とか、だって、本当に来た人はリスナーでも、来る、来ない関係ないし、来ますからね、まあ、来るね、絶対ね、絶対来る、絶対来る、絶対来る、来る、来るって言ったほど来ないと思う人も多いんで、そんなにいらないですよ。今日つられたんでしょ。あ、今日もつられました。キャミーがあれつられるような感じなかったもんね。なかったっす、なかったっす、なかったんですけど、結局来なかったっすね。ずっとつられてます、ね、歩いて5分で行きますか言って、そうそう、全然待っても来ないってなってで、闇だけで配信できないやつ、デート配信で、一人だけ焼き酒やるセカーズバッどうしてるんですか。綺麗これ、切るポイントとかそこ、はい、難しいっすね。わ、めっちゃ上手っすね。わ、うまい。ちょ、ワドさんやってみてください。どこをどう切るかの手術始めてください。これ毛ガニですよ。で、はい、切って切る。あ、そういうことっすね。そうじゃないよ。間違ってるのかな。いや、じゃあ、なんかあれみたいなね、小学校の時によく見た、わかる、ワクワクさんみたいなやつ。ワクワクさんめっちゃワクワクさんみたいなやつもんね。で、ゴロリみたいな。えめっちゃ落としてるじゃないですか、これ完全に。あ、でもなんか、逆にすごくないですか、これ見てください。歯の形がそのまま映ってんの、これ映ってるからね。サンバイズ、これ歯の形がまんま残ってますよ。これアニの芸術ですよ。まあ絶対美味しい。毛ガニが一番うまい。これうまいっすね。うまい、やば。毛ガニが味一番うまいっすよ。うまいっすね。あ、大丈夫だよ。3倍っす。うまい。毛ガニうまっ。やば、これ
絶対うまそう。これマジでやばい。あー出た。あーいいっすね。これやばいな。味は絶対毛ガニだね。うまいっすね。やばいうまいこれ。うん、まあ、あげないけどね、これ。え、どこですか、三枚ですか。これ、あ、これですか、うん、これをかけるんですか。わかんない。クミタンタラバガニや。タラバガニや。タラバガニがいいって言ってるから、ちょっとまあ、味通ではないです。味はタラバガニ絶対悪いから。うん、あ、そうなんですね。大きいから食べ応えもあるけども。うまっ。うまい、やばい。タラバエルケガニの味はね、なるほど絶対に、うん、うまうまい、やばい。レモン、あ、そうそう、どうぞどうぞ。あ、ありがとうございます。これいいか、ありがとうございます。ワクワクさしいですね。あ、これ食うんすか。そう、あ、いただきます。あ、そうです。さて、どうぞ。いや、あの、いいっすよ。じゃあ半分いいっすか。いいっす。半分、いただきます。タラバガニは食べやすいんだ。大きいんですよね、タラバガニは。だいぶうまっ。めっちゃうまいっす。大人の味がしますよ。いただきます。ここの部分も食べやすいかって。あ、そうなんですね。はい、失礼いたします。あ、うまっ。レモンサワー一つ。あ、いただきます。めちゃめちゃうめえ、ほら。麦の水割りで。はい、かしこまりました。あ、梅シロップで。梅シロップ。あ、やっぱビールで。あ、いいっすよ。生ビールで。はい、じゃあ僕もやっぱりビールで。生ビール二つ。はい、はい、以上でよろしいですか。はい、かしこまりました。うまっ。あ、すいません。頼む、頼む、頼む。あ、頼むです。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、お、大丈夫、大丈夫、大丈夫です。いや、おにぎりは、うん、モンテローザ、うん、僕はモンテですね。うん、まあ、これ配信できるところを選びました、うん、本当だったら今日は上司と社長から高級の料理店に連れてってもらうかなって思ったんだけど。もう行ったやん。もう行ったぞ、2軒目だぞ。すいません。そんな。すいません。いや、いいけど。酒飲みに来たんや。なんか久々に飲んだ。久しぶりに飲んだんですか。そう、なんかね、8月に体調壊して、おー、そっか。1週間飲めなくて、そしたらピタッとやめれた。へえ。でも、そっから飲もうと思って飲んでも一口で終わっちゃうから立ったよね。うん、そうですね。でもたまに飲みたくなる。家、家を起こしたから。あ、飲めない、食べれない。マフ18,000円だよ。19,000円。やばだ。ダウンするんじゃない。15,000円でダウンしてないの。なんかサーバーダウンしてるんですね。サーバーダウンしたらこっちもダメになるの。重くなります。へぇ、信じてるか。全然重くなるんですよ。何をやってたんすか。なんかアーティストやって CD 出したから、それでなんかオリコン1位だ。オリコン1位。え、オリコン1位。1位だ。あ、切れたもん。終わっとる。切れたっすか。なんかそれで、まあ、つながってるっていう話しましたね。累計の閲覧6万人だよ、一瞬で。やばいですね。30分で累計6万はやばいですね。ここやばいですね。あ、あら、なんかゴロゴロしてますね、やばいやつが。そう、だって芸能人でも無理です。なかなかないですよ。なかなかないですよ。そう、はい、藤田ニコルとかそういうやつ。そうですね。あ、いた。プラスなどお願いします。あ、よろしいですか。はい、ありがとうございます。金牌さんはなんか閲覧50万人ぐらい目指すらしいですよ。50万人なの。頭おかしいよ。どうなんだろう。金牌さんでも多分今配信してたらやばいですよね。多分。ああ、今はね、超ホットだよね。時間帯、そして大手さんが気使ってくれて、はい、うまくやれば、空気読んでくれればみんなが。で、多分そこで便乗するやつ。そうそうそう。
そうそう、便便便便所じゃなくて便便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 便モミカル君好き、うん、俺あのもうちょっとギラギラしてほしいですね。もうあの当時の配信者も、うん、俺でもギラギラしてるよ今。マジですか、うん、全然。まあそれは多分大人になったんですね、うん、多分芯っていうものなんですか、うん、うちに多分燃やしてる火みたいなめちゃくちゃ熱いものがあるんで、うん、僕は多分表沙汰にまだ出すような感じなんで、うん、発散して、うん、そこの違いだと思うんですけど、いやあのね才能あるタイプじゃないんだよ俺。いや僕そうっす、うん、いやあるあるある。いやないっす。パワーあのね花があるんだよ光くん。花っすか。花があるので、花ねえんだよ俺。それが分かるんだよ。花っすか。 花がある。花ってなんだろうな。要はね俺ね光くんの枠見て好きになったのが、はい、あのねなんかベロンベロンに酔っ払って俺はよみたいな身の上話し始めた、はい、時の会があって、はい、で、俺には配信しかねえんだよみたいな。そうそう、もう単純に言ったら管巻いてんだけど、かっこよかったんだよね、すごい。あ、マジですか。それが、うん、あ、好きなんだなっていう。そうですね、配信はもう好きですね、好きですか。そうそう、かっこよかったね、あれは、うん、でも、最近思ったのが、その喋るタイプか、自分が雑談をするタイプなんですけど、はい、あのね、言葉じゃない配信は。言葉じゃない。ない。あの、で配信はっていうか人間は。はい。それを思った。なんかね、なんかもっとね、もっとパワフルな言葉道具なんだよ。はい、それを伝える。なんかそんな感じだし。なんだかんだ言ってそうやって言う。あ、いいね。ワズさんは熱いっす。ああ光る褒め殺し、あ、松村美美ね。お疲れ。どこなんだろうね。和道さんを当時のギラギラさせるためには今からもうギュッといって、覆面を一緒に取りに行くしかないんじゃない、今から謝りに。そしたらギラギラになるかもしれない。いいよ、別に。大丈夫ですか。いいよ。一斉踏みしますよ。僕の絡まり配信を変えて。もう二度と、僕公言しますから、絡まない。もう二度と絡まない。ずっと公で言ってますからね。まあ一斉踏みでいかがですか。まあ僕、第二の金前なんで。金前の石を継ぐもなんで、消えろ。その当時の和道さん見てみたいな。いや、すごいですよ。YouTube に上がってますね、いっぱい、多分。YouTube 上がってますよ、和道さん。伝説がとか。悪名です、悪名。悪名ですか。だって あんま言いたくないですけど、ニコ生の配信で誰一人も絡まないんですよ。すごくないですか、和道さんと絡まないっていう。うん、多分俺と絡むっていう人がほぼいない。ロアコさんぐらいでしょ。そう、本当に。ね、うん。そう。いろんな嫌われてるからなんですか。いや食われちゃうからなんですか。いや分かんないです僕に。そうそうそう。はい。でもなんか和道さんぐらいだと自分なりの見解とかがあるかなっていう。まあ全くないですね。まあ、僕あんま他人に興味ないんですよ全然。まあ、言わせとけばいいやと思って。うん、頭いい方じゃないんで。まあ一緒ですよね、そしたら。うん。そうそう。僕もモテさんに嫌われてるんで。悪名はありますよ、僕は。うん。ツイキャスで。
一個なんでも悪名しかないでしょそうっすねもうでもそんなもんなんだよねそうっすねそのもんっすあでも当時思ってたのはその誰も見ない誰も知らない誰にも相手にされないぐらいだったら嫌われてた方がマシだと思ってたああそれはそう当時はいやマジそうっすよマジそうっすね確かに、うんなんだろうな。なんですかね。だって未だにみんな嫌ってる金前さんとかに僕は絡みたいですよ。ん？関わるなとか金前さんとかに。うん。だってなんでなんかそのやっちょくんとかもそうですけど。いやなんか意味。からそうやって近づこうとするのかって。いやその時暴れてる時に行けばいいじゃんって。そうするためにって。だから全然意味わかんないのが。その絡むなとかあいつはどうとか言うけど、そうそうそう俺そういうのが嫌で配信始めたの。そう、そうです。僕もそうですよ。そう。なんかその自分の居場所作るために始めて、でその自分が一番輝ける場所を作るために配信や始めたわけじゃん。だから誰のなんていうの信頼できる人とか仲のいい仲間とかの言うことは聞くけど、それ以外の言葉を聞きたくないから俺やってんだよね。そうそう。そうあります。だから全然アドバイスを聞かない、うん、だから今回の件でやっぱ金林さんに会いに行かないでって言われるんですよ僕だけど、うん、あの関与しないよって、うん、そのつまりの、まあ、人間として、うん、だったらそう妻にある金林さんじゃないですか、うん、人としてだったら、ねうん、でカップルの話じゃないですか、うん、で僕は関係ないと、うん、で配信者としても、うん、絡みに行ってもいいけどただ単の正義感強い、うん、金林に会いに行くっていう金林さんのネタにしか思ってないんじゃないうん、って話になるじゃないですか。だから俺はこう、とぼり冷めてからでいいよと、うん、ただの正義感もきたしにしてるあの、うん、それこそ売名やろみたいになっちゃうじゃないですか、うん、僕はなんかそういうのしてくれないんで、うん、非正を使え、うん、ていうかなんかぶっちゃけた話流行り廃りみたいなのが激しい世界じゃん激しいです、ね、この業界ってそうそうそうで、なんかそれに振り回されるのがなんかダメだなと思って絶対にだよもう本当に天に選ばれてて本当に気持ちが入ってて本気でやってるやつは絶対いつか評価されると思ってるのいや間違いないです間違いないですだからそのなんつうのそのワーキャーしなくてもいいやっていうのがもうそこはぶん投げようみたいな確かにギラギラはしてないかもしれないけどもう本当に配信が好きで本当に配信で飯食おうと思ったんだけどやっぱ3年目で気持ち折れちゃってなんかこう3年以内に飯食わないとダメだと思ってたからうんだけど今はなんかゆっくり確実に着々とやんないとダメだなとか思ってて、うん、俺本当にヒカルくん好き俺マジであの好きだよ結構2人だけだよねだからなんか声かかったら絶対動くっていうのは配信では2人だけ川崎陽平と光くんだけ、うん、それ以外別にあ検討しますみたいな感じだけど光くんが何かやろうって言われたらあやるやるっていう、うん、嬉しいっすね、うん、でも結構言ってるよね前から、うん、気が合うっていうなんつうんだろう俺本音で話さないやつ嫌いなんだよ建前とか大っ嫌いで、うん、そうですね、でもう分かるんだよねそれ本気で喋ってるかどうかってでなんつうんだろう本気で俺別に本気で喋れるんでいつでも喋れるの別に酔っ払ってなくてもそのなんつうんだろうこれシャブ打ってんじゃねえかみたいな決まった状態で喋れるんだけど、うん、なんだろうなうん、なんか本気で聞いてるやつに本気で喋りたいし本気で話してくるやつの本気で聞きたいからうんそんな感じだよねお箱かわいそうでじゃあどういう意味でそれはミレミレちゃんミスズ、うん、どうしたのミレかなどういう意味でロハコちゃんかわいそうって言ったの逆にそうやって言うってことはロハコちゃんかわいそうで逆に熱弁してる光を見てるみたいなまあ同じタイプです、うん、僕もいつも熱弁炎上した時に同じ感じの熱かったみたいな、うん、じゃあお前がやってみるよって言うで別にさあの人がバーって集まってるのってそれはファンじゃなくて、はい、要は警察に捕まってるそいつが見たいわけだ、うん、別に誰でもいいわけだ金梅さんじゃなくても光くんじゃなくても俺じゃなくても誰でもいいんだよ
警察と何かやってる人みたいのがあって、だからその人の言葉も聞かないし、別に誰でもいいからオナニーと一緒なんだよね、俺からすると。だからあんまり好きじゃなくなったっていうか、なんか自分がそれをずっとやって1年間で、まあ悪名ばっかりになって、で結果なんだろう、内容がない、なかったから、うん、意味ないなと思って全然、うん、川崎と光るだけ特別し、ロハコさんは、あ、ロハコさんの立場、俺は本音しか語らないですよ別に、うん、じゃあロアちゃんはとかじゃないじゃん、じゃないよ別に。今だって俺と普通にね、うん、あのねワドさんに話してる、じゃあ本音だから、それって本音を聞いてないんだよ俺の。じゃあ建前が聞きたいでしょ、でしょ、だから結局そういうプロレス的なの俺は嫌だっつうの、もうくだらないっつうの、そういうの。誰々くんはかっこいいよね、誰々くんキモい、誰々くん喋りうまい、うん、そういうのはいらない俺は別に。自分の喋りたいことを喋るために配信やってるから、うん、光は嫌われても突き進む行動力好き、かっこいいよね、うん、皆さん帰り大丈夫だから、あのクミタンはあのじゃあ大丈夫じゃなかったら配信消してるから、まずね。で大丈夫だったらあの配信してるから、うん、大丈夫だから今配信してるんだよ。でいいよ、暑くなった時の配信者は2、3分いてみんなあったかい目で見てみる、うん、こいつ何言ってんだよぐらいでいいんだよ、うん、で今もまともに受けなくていい、暑くてもまあね、受けてもし、なんか分かってくれる人だけでいいんだよ、うん、そうね、それだけ見ても全然直接さんで受ければ、何だろうな、そのなんだろうな、うん、何だろうね、あ、いいっす、あ、いいっす、あ、いいっす、うわ、出た、シャックン、うわ、出た、闇将軍のね、うん、おい、シャックン、お前、宮城行ったらちょっと会おうぜ、俺と俺、あの、シャックン、闇将軍、シャックンの動画配信見てるからね、クソ面白かったわ。さっき、3人、ヤミーと話してる時に、なんか、ヤミーに、シャックン面白いよって、シャックンの動画見てたら、そう、うん、闇将軍、シャックンに出てくるから、その、あの、動画配信が面白くて、それを紹介してた、みんなに、うん、クソ面白いですよ、こいつ、つって、うん、シャックン、近くに、あ、宮城行ったらコラボしようぜ。なくなっちゃった、ん、なくなっちゃったっす、シャックン、これちょっと怒ったな、その、僕の枠でバーって流れてる時に自分の宣伝バーってしてて、それじゃやるとバーになっちゃうよって言ったらいなくなっちゃった、闇将軍のディスリーコメントが、まあ、いやいや、連投はツイキャスはダメだよ、うん、はい、あ、シャックね、お疲れです。いつか和道さんに聞いてみたいことがあります、今聞けば何なの、そういうこと、何にいつかって、死ぬぞお前、明日死ぬかもしれないんだぞ、うん、人間って北海道12月行くよ、今聞いた方がいいと思う。じゃあ、窓さんに聞きたいことあるの逆にね、逆にどうでもいい、あの、質問だったら逆に怒るよいつか聞いてみて、すげえなんかこう大事な話みたいな感じになってるけど、いや、大事な話じゃないんだよ、どうでもいいんだよ、逆に、逆にだって本当に重要な話ってすぐするもん確かに、そうそう確かに、そうですね、どうでもいい話なんだよ、大体こういうのって今でいいですか、毒っぽく聞こえるから、いや、かかってこいよ、あ、どうぞ、いいんじゃない、ちょ、もっとプレッシャー与えてあげて、みんな、この人だって散々閲覧数とか思ってね、ニコラマで名前があったのに関わらず、あの、何回もアカウント消して、自分から自らだって、もういつでも作れるもん、絶対作れるもんって思うじゃん、うん、で、作れるよ俺、全然余裕で、まあ、作れるんですけど、うん、でももったいないっすって、今日
でもそれほど、うん、加速してるんですよ今。ああ、その放送業界が。そうです。だって当時有名だった人が今100人とかっていうザラですからね。おお。今加速してるんで、ね、ダメですよ。うん。僕はもうそれ経験してんちょこ。ないっぱい。いやだから結局、はい、その結局ね。はい。結局。でもね、もうね、はっきり言ってね、今何言っても俺は負け、あの、遠吠えなの、負けいるの。いや、遠吠えじゃないですよ。いや、いいの、いいの。遠吠えでいいの。じゃないですよ。遠吠えでいいの。そういう感じで言ってほしいんですよ。いや、要は、そうですよ。俺は遠吠えだと思っちゃなくても。ビール足んないんじゃないですか。あ、いただきます。だんだんやっぱエンジンかかってくる。エンジンかかってくる。生主は飽きるから新しいのができたら使い捨てだよ。そう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 、その通りなんだよ。それでいいんだよ。だから切磋琢磨するんだよ。ウーロン茶一つと、あ、ビールください。ビールを一つ、何、二つ、二、はい、つ、うん、私もいりました。つまみ大丈夫ですか。中身が頼んでんだ、うん、なんか頼みます。あ、いらないです。ビールいただきました。怖え、これからがビールオンリーなんだ。タバコ買ってきて、買ってきて、うん、あ、タバコ買ってきていい。あ、僕が買ってきます。じゃあ、いいいいいい、何ですか。いや、マルコの俺行くよ。いや、いや僕が行きます。じゃあ、違うです。ここだってワトさんの配信じゃあ、ここはそ違う、自分の自慢を大事にしないんですよ。だって、囲いがいるんですよ、ちゃんと30人だから。そこを大事にしないとダメなんですよ。おざっす。ほんとダメですよ。おざっす。そこだけです。あ、いや、いいよ。じゃあ、一緒に行こう。いや、ダメですよ。逆にダメ。逆にダメ。そう、行ってきます。なんですか。あ、残ってますよ、ね、いや、同じだよ。いいさ、うん、あるか。うん、一つは何かをやりたく遂げたことってありますか。お店も何かのおばさんの映画もやり遂げたのかしら。あー、やり遂げてないだろうね。うん、ただやり遂げてないかもしれないけどね、これだけは言えるよ。あの、俺はやったよ。うん、やり遂げてはいないだろうね。俺が望んでる世界とか俺が手に入れたいものは手に入ってないよ。うん、ただ一貫してブレてない。あの、一つのもの、その手に入れたい形は変わってるかもしれないけど、やり方は変わってるかもしれないけど、あの、やってるね、今でも俺は。うん、動いてるよ。で、やってないやつに言われたくない。うん、この服、この服ね、シャニットっていうともう潰れちゃったからね、どこにも売ってない。うん、ビール何杯目だろう今日。藤子の店で4杯ぐらい飲んで、 10杯ぐらい飲んでんのかな。うん、うん、強いっすね酒。いやいやいや、全然全然酒強いっす。全然強くないっす、ね。うん、なんかね、そのじゃあ結果出したことあるのっていう話になってくると思うんだけど、聞きたいことって。でも、あの、結果を、結果なんてものはつうか、なんつうんだろうな、うん、結果出してないでしょ。現状だから、もうジェットコースターだから、山あり谷ありで。でもね、後悔は一個もないからいいかなと思ってんだよね。谷でも山だろうが何だろうが言ってること変わってないから、うん、酔ってないね。広角レンズ使ってる。広角レンズ使ってる。うん、起承転結、和道は起承転結の部分がどれも完結されてないんだよ。うん、まあ、なんだろうな、まあいいんじゃない。そう思うんならそうなんじゃない。うん、俺はなんだろう、俺は別になんだろう、自分のシナリオを自分で書くから、うん、人の評価なんか気にして生きてねえわ。人の評価なんか気にしてない。俺はやりたいことやるために生まれたから。人間は自由になるために生まれてきたわ。知らねえ。誰かがそう思ってるんだったらふーんで終わりだから、うん、だから好きにしてください。別に好きに評論してください。僕はプレイヤーなんで、うん、
これから出ますから、これからも過去もこれからもクソもないよ、今でしょ本当に。生きてる間に消すればいいんじゃない。っていうか、あの一番嫌なのは自分のやりたいことがあって理由をつけてやらないのが俺は一番嫌だ。絶対に耐えられない、絶対後悔するから。好きな女がいました、告白できませんでした、一生引きずるかんな、一生引きずるかんな、それは。だけど告白しました、あなたのことが嫌いです、振られました、その時ショックかもしれないけど、それは OK なんだよ。いつ買うの、今でしょ。だから宣伝しないでください、グッズを。だと思うよ。だから別に、なんだろう、じゃあ俺の人生何知ってるのって一番ダサいからあんま言いたくないんだけど、俺の人生何知ってるのと同時にお前の人生知らないんだよ。だから面と向かって言えよ、言いたいことあるんだから。来いよ、こう酒飲んで目見て話さないで何がわかんの。配信スタイルそっくりっすね。何が、そう、全く一緒っすね。そう、好きな女に男がいたら知らない、関係ないの、俺が好きって言うだけだから、あとはその女が決めることなんだよ。奪うとかじゃないの、好きなことを伝えればいいの。それを奪おうとかどうとかないんだよ、他人は変えられないんだよ、過去と未来と自分しか変えられないの。でしょ、3枚目リスナー光るいる、光るリスナー光な、完全にスタイル一緒だよ、もう一緒っつうか似てるよね。あ、どう、暑いでしょ和藤さん、ねえ、へいへい、あ、暑くない、一緒だよ、うん、好きだよ俺。だから俺がその言いたいのは、もう落ち目の時なんか俺地獄何回も見てるから。あの経営者やってた時も地獄だったし、仲間を裏切っちゃったこともあるんだよ、逮捕されて。その時も地獄見たし、塀の中で2ヶ月半ね、本当何回もあるよ、本当に死のうと思ったこともあるし。だけど結局ね、配信がどうこうとかじゃないの、もう結局化けの皮剥がれんだよ、演じてると。もうくだらないんだよそういうの。だから俺は別にただ自分の人生を垂れ流す装置なの、ツールなの、配信は俺にとって、うん、そう。だから本気じゃないやつがいたとしても見てもいいけど、別に本気で見てるやつが欲しいだけなの。俺はそいつと手を組んで何かをやりたいの、うん、そう。だから別に適当に見てるやつとか適当な質問してるやつだったら俺の放送見なくて全然構わないって言ってるの。俺はだから今その仲間がいて、放送で出会った仲間たちがいて、そいつらと毎日楽しいの、毎日感動してるの。そいつらとね、電話するだけでメッセージするだけで最高なのよ。そうで、新しくそういう出会いを求めてやってるんだよ、本気で熱いやつらを集めたいだけなんだよ。だから大手だとか過疎だとかトークスキルだとか全然興味ねえわ、はっきり言って。俺はね、全く一緒だよ、考え方、松村に。結局ね結局あの本気のやつらがガーって、組織ってピラミッドなんだよ、必ず人が集まるって絶対にピラミッドなね。外圧とか叩きとかアンチ行為っていうのはギュッと強くなっていくから、結束が固まって中が強くなるだけなんだよ、密度が上がるだけなんだけど、結局仲間を大事にできないやつとか、そういう信頼してるやつを崩したらピラミッドって内からの力に弱いの。だから俺は外圧なんて全く気にしない、俺らが強くなるための道具だと思ってるから。まあでもあれですね、少数派は勝つ。どうなんだろうね。いや、少数派は何が強いかっていうと、固まってるから強いですよ、うん、いや、あのね、少数派っていうか、だからクレイジーなやつが俺世の中動かしてると思ってて、200年前だよ、200年前に空見てさ、
空飛びたいって飛行機なんてないんだよ。絶対ないでしょ。その時に俺ら二人がいて空飛びてえなって、飛ぼうぜって周りの人から総バッシングだよ。バカだ、気が狂ってる、クレイジーだ。でも今俺らが飛行機があるのってそいつらのおかげなんだよ。そうですね。でしょ。だからクレイジーなやつが世の中を動かすと思ってるから、だから狂ってて当たり前なんだよ。まあ非常識だよ。そう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 。だからそう、だから常識って要はアインシュタインはこう言ったの。常識っていうのは18歳までに集めた偏見のコレクションだって言ったの。一緒だ。でしょ。そう。でさらに言うとね、あの天才とか偉人とか言われてる人の常識って非常識なんだよ。全部そう超人の非常識をやってる。だからでもその非常識が今の常識スタンダードを作ってるんだよ。だからこれなんかテレパシーだよ。まあそうですね、見たままでしか分かんない。そう、リスナーさんね、そうこれ当たり前だと思ってるけど俺は当たり前に使ってんじゃんスマホ。でも7年前からしたらテレパシーじゃん、ありえないことなんだよね、うん、だから別にいいんじゃん、ありえないことで。ただその代わり死ぬまでやんないとダメだと思う。バカな人間は非常識は中途半端にやったら終わりだから。何かを新しく始めると思った人間はあれなんですね、うん、変人だと思われて当たり前なんですよ。当たり前ですよ。バカが殺すとか顔をアーチされてね、うん、だから同じこと言ってて、全く同じこと言ってて、ずっと僕ももう配信で、うん、同じこと言ってて、ずっと。だからここにいる 99% はおそらく凡人だよ、うん、でもだけど、うん、でもこの中にとんでもないクレイジーなやつがいると思ってるよ俺は。うん、その一人だけのために言ってるから俺は、うん、それ分かるよっていうやつだけに言ってんの。100人相手にしてねえんだ俺。たった100人のうちの一人しか相手にしてねえから、うん、そのうち気づくぞ。死ぬ時に後悔するんだ。そう、うん、気づけよ。まあ俺がリスペクトする目の前に上司さんがいるんだけど、完全に言っちゃってるからね。クレイジーだぞ。クレイジーで、そう、それぐらいすげえんだわ。ぶっ飛んでるんだもん全部。考えも何かも本当に超クレイジーだ。ダメだな、ニコ生ってこうやって煽るとバンバン叩くんだけど、キャス違うねのに煽り芸やってるつもりなんだけどな、おかしいな、ちょっと悪いな。逆にみんなどうしたお前ら、ちょっとニコ生の畑だからやりづれえな。いやでもね、これね、僕も最近気づいたんですけど、閲覧500人とか600人ってもう真面目な話するとみんな死んでなるんですよ。死んでなる。そう、死んでなるんだ。なんで500人にコメント止まるのってんじゃんさ。まあこれはまあでもそうなんですけどね。聞いてるのかな。まあ、真剣に聞いてくれてる、まあ、リスナーさんが多いってことですよね、そのだけ、要は。だからさっき、金梅さんの話してたじゃないですか、ニコ生で金梅さんがリア突じゃなかったら誰も来ないっていう話を、ツイキャスだったら人が来るっていう話と一緒だと思って、ニコ生、ニコ生の発生者は、うん、慣れ合わないんじゃなくて、要はね、自分が自分がなんだよ、みんな。要は俺のリスナー、俺の、うん、だから売名させない。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。